反乱軍の活躍により魔帝ボイドダーク率いるロスト軍は壊滅した。圧政から解放された魔界の魔王たちはそれぞれ復興のために尽力している。だが巨悪が排除されたといえど魔界の戦火が完全に消えたわけではない。未だ魔界各地では領地争いや思想の違いを理由に心ない侵略行為を行う輩もいる。そんな悪魔どもを鎮圧するために反乱軍が再び集結するのだった。いかがですキリア様、昔と全く変わっていないでしょう。ああ、何から何までそのままだ。あの頃の出来事が蘇ってくるようだな。僕たちを集めたのはリーゼさんのお望みだと聞きましたが、何か困りごとでもありましたか。カパマカイも無事復興できましたぴょ。だからお役に立てることがあるなら協力しますぴょ。いや、リーゼについてはただお前たちと親交を深めたいというだけで、ここにも連れてきているから後で話しかけてやってほしい。そんなことならお安い御用だ。超絶仲良くしてやるぜ。なんだ、いきなりお呼びがかかったから、またボイドダークみたいな野郎が現れたのかと思っちまったぜ。あんな化け物が早々出てきてたまるものですか。心配のしすぎですわ。ロストは崩壊したが魔界間の争いは絶えない。小さな争い事は頻発している。争いで苦しんでいる人がいる限り放っておくことはできない。そのためにもお前たちの力を貸してほしい。異論ありませんわ、むしろ大歓迎です。キリア様を私の虜にするチャンスが広がりますものね。姉子、まだ諦めてなかったのか。僕も構いませんよ。まあ反乱軍とは言えませんけど、それも昔の名残でいいでしょう。ユサリアも平和を望む悪魔を救ってあげられるならそうしたいですぴょ。決まりだな。そんじゃまたみんなで超絶ド派手に楽しくやろうぜ。Thank you.
界病院へようこそ。クエスト屋へようこそ。書類整理も骨が折れますね。お任せください。